どこまで解ける？だんだん難しくなるクイズ対決、イエーイ。3、2、1でためになるなるなるです。今回は普通のクイズ対決ではございません。クイズってレベルがいろいろあるじゃないですか、まあ簡単なものから難しいものまで、で今回は最初はね簡単な問題なんだけど、徐々に難しくなってって私たちは試されていますと、どこまで解けるのっていう、私たちのレベルが分かっちゃうクイズです。まあ私のレベル、じゃあちょっと初お披露目って感じですかね。初なんだ。あ、今までなんで出さなかったんでしょうね、それね。隠し玉。あ、そうなんだ。補欠選手だったけど、そう、ここぞという時に打つ選手ね。そうなの。あ、なるほどね。私はまあいつも通りの感じで、スルッとパラッとポンポンポンって解けたらいいなと思ってます。噛んじゃった。なるほどなるほどね。早速クイズの問題に行きたいと思います。分かったら手元のボタンを押してから答えてください。なるほど、はい、早押しクイズですね。そう、練習してるよ。スナップ、スナップ聞いてるね。せーの、この準備もまだでございます。押してないじゃない。下げないの。最初のクイズのレベルは子供編です。子供編なので、まあ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 ちょうどいいんじゃないですかね。それでは早速参りましょう。どうぞ。キジやウサギが勝ってライオンやキリンが勝てないゲームって何？え、あ、そういうゲーム？謎謎？トンネル競争。貧乏ダンス。もうできない。勝てなそうじゃない？絶対勝てない。そういうことじゃない。共通点を見つける。これはしりとり。なんでなんでなんで。やったー。ライオン、キリン。何それ。しりとりでした。最後に運がつく、ライオンとキリンは負けちゃうよってことね。やっぱなるが強いんだよな、こういう雑学みたいなの。お、さらに難しくなります。小学生編だって。それではどうぞ。太郎くんのお母さんには5人の子供がいます。一郎、二郎、三郎、四郎。さて、もう一人の子供の名前は？太郎。なんで？だって5人いるでしょ、太郎くんのお母さん。え、太郎くん。あー、そういうことか。太郎くんがいないもん。すごい、五郎かと思った。なん、すごい頭使うやつだ、これ。いや、使わなかった、今読んだけ分かった。よしよしよし、すごい。よし、1-1です。すごい、いい勝負です。それでは続いて中学生に上がりました。中学生編。それではどうぞ。リンカーン大統領は大統領になる前何をしていたでしょうか。謎謎じゃないんだ。何これ。1、プロ野球選手。2、消防士。3、レスラー。4、暗殺者。消防士。おー、暗殺者。プロ野球選手。レスラー。やったー。商業じゃんか、これ。全部言った。全部言った。なんか突然謎謎からちゃんとした問題になってきましたね。やっぱ中学生に上がると知識問題になってきましたね。じゃあさらに難しくなって高校生編いきましょう。ウィーンの三大作曲家といえば、モーツァルト、ハイドンと、あと一人は誰？バッハ。ベートーベン。あー、いいよと思った。あー、言っちゃいない。あー、マジか。めっちゃもう次言おうって思ってたやつだった。ちなみにウィーンはどちらでしたっけ。ウィーン、オーストリア。え、そうなんだ。やば、すごい。なんだろう、なんで知ってるの。すごい。悔しい。なんか当てられて悔しい。そうなの。めっちゃ悔しい。そうなんだ。そうなんだじゃない。勉強食べてるんだね。じゃないのよ。あ、次はさらに難しくなって、あ、東大脳編。大学編じゃない。待って、大学生編飛ばしたぞ。東大なんだ。やばくない。東大編ってやばくない。次東大なの。ぶっ飛んでね。レベルおかしいですね、付け方が。うん。それでは東大脳編のクイズどうぞ。昔からの日本語で空知らぬ雨、空を知らない雨といえば何のこと。狐の嫁入り。空を知らぬ雨、関係ないのかな。天気なんだろう。
しょう。水たまり。キャンディ。やば。やば、なぞなぞじゃん。昔からの日本語だからね。春雨。もやし。ぶどう。空知らぬ。空を知らない。滝。おお。川。海。それでは次どうぞ。5月のある日、土に深さ1センチの穴を開けて朝顔の種を植え、毎日3回水やりをしましたが芽が出ません。考えられる理由は次のうちどれ。1、種まきの時期が遅かった。2、種まきを種を深く植えすぎた。3、水をあげすぎた。水をあげすぎた、うん、わー。水をあげすぎると土の中にある空気が追いやられてしまい、種が熟成できなくなってしまいます。発芽するには水、空気、適切な温度が必要となります。何この普通の問題。お、次ラスト問題だって。なんと今3対3です。わ、ということでこのラスト問題で勝敗が決まります。それじゃあラスト問題どうぞ。形の似ている地図記号1から3はそれぞれどんな施設を表しているでしょう。すべて答えてください。1、工場。2、1、工場。2、工場。3、おい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 、ふざけんじゃねえぞお前。はい、1、工場。2、発電所。3、ゴミ収集所。1、工場。2、発電所。ふざけんな。3、水道所。水道局。水道局。1、2が合ってるらしいので、3を当てるために頑張ろう。気象台。うわ、ぽい。めっちゃぽい、めっちゃぽい、めっちゃぽい。太陽感。そんだけ言えばいいんかい、もう。天文台。おお。東大。お、お、お。おお、すごい。やったー、すごい。めっちゃ嬉しい。東大なんだ。東大だけに、東大の問題だけに。え、そういうこと？東大もっと苦しい。社会の問題のね。かなり盛り上がりましたが、今回の東大脳のクイズの問題は、仲良し10月号の付録についてくるクイズノック特製のスペシャル東大脳クイズブックに掲載されてる問題なんだって、うん、すごいね。そして付録はそれだけじゃなくて、じゃん、もうかわいい、東京ミュービューのミラー、もうかわいいよね。すごいレコードになってるんだね。しかも形質付きでケースめっちゃふかふかしてるから、これを入れてでも鏡が割れる心配がないの。守られてる。うん。ちょっと裏も可愛いじゃん。お、可愛い。持ち歩きにいいね。怖い怖い。いや、めちゃくちゃ可愛いね。うん。東京ミュービューなんと20周年の記念付録らしくて、うん、私たちめちゃくちゃアニメとか見てたじゃん。見てたよね。だって20年前ぐらいに見せてそれこそ。20年も経ったんだね。新作も始まってるし、うん、そっちも注目だね。うん、あとエッちゃんの連載もあるしね。うん、仲良し10月号の本誌も要チェックですよ。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。